アルトワの位置アルトワ周期アルトワはフランス北部のかつての州面積約4000平方キロメートル人口約100万主要な都市はアラス、サントメール、ランス、ベテューヌパイコールドカレー県から内陸の旧ブーロネー西部を占めアラス軍、ベテューヌ軍、サントメール軍、ランス軍及びモントルイユ軍の東部におおよそ一致するまた 東に隣接する能力圏を経て、ベルギーチューブを横切る丹田地帯の生誕にあたる。もともと独立した両方であったアルトワは、フランドル伯領へ併合された後、1180年に、フランドル伯オンナイザベルとノオの持参金として、フランスへと併合されたが、1237年に、その孫、ロベールの領地として独立して、アルトワ伯領となった。 そして1384年に、ウルゴーニュ公フィリップへと相続された。その後、ソ,ーソンシャルルユータン公の死によってアルトワは、ハプスブルク家が獲得し、同家のスペイン系に受け継がれた。1566年のネーデルラントの宗教反乱の後、1576年に、アルトワも80年戦争へ参加、1579年に、 アラス同盟が成立するまでヘントの和平に加わった。アラス同盟後は、アルトワ・ドエノ王は、フェリペ2世と和平し、スペイン領ネーデルラントに泊まった。そして30年戦争で、フランスに征服されるまで、スペイン領に残った。フランスへの割譲は1659年のピレネー条約で認められた。すでに、フランス語人口が多数であったが、 フランスによる併合までアルトワはネーデルラントの一部とされていた。19世紀後半、アルトワはその石炭資源によって急速な工業発展を経験した。第一次世界大戦では連合国とドイツとの戦闘により多大な被害を受けた。20世紀後半には他の丹田地域と共に石炭産業の衰退に悩ませられることとなった。風圧封印アメリカ。 ヒストリカルボリューム1607から1896シカゴマルキスフーズフーありがとうございます。